こんにちは、整形外科医の高平です。猫背や首こり、肩こりの原因は筋膜の4つのつながりが関係していることが考えられます。今回はそのうちのラテラルラインをほぐすストレッチをご紹介します。ラテラルラインとは体の側面を通っていて、体を支えたり体の左右のバランスを整えたりする筋膜をつなげています。ラテラルラインが拘縮していると首猫背や首こり、肩こりの原因にもなります。ラテラルラインのストレッチをご紹介します。まずは足を肩幅ほどに開いて立ちます。右手を腰に当てて、左手を振り上げて手のひらを外に向けます。次に上体を軽く反動をつけて10回倒します。左右の手を変えて同様に行いましょう。ポイントはリズミカルな動作で筋膜をほぐしていくのがコツです。普段の生活ではラテラルライン上にある筋膜を動かすことはあまりありません。その分拘縮しやすいので、意識してこのストレッチを行ってみてはいかがでしょうか。